大阪を先着いた。600円ちょうど。空いてる空いてる、行こう。どうでしょう、暑。あ、ここが涼しい。あの餃子食べ放題お願いします。はいはい、あのタレにマヨネーズお願いします。タレにマヨネーズお願いします。マヨネーズもお願いします。はいはい、はい、こっちで。マヨネーズの方すごい、あ、すごい早い。じゃあこちら30分経ったし、はい、めっちゃ早い。タレまだできてないよ、すげえ早い。追加注文、すいません、おかわりお願いします。24分30分からスタート。はい、こんな感じですね。で、全部食べきったら、で、2皿目から6個ずつになります。で、まず分解で、穴開け、うん、ちょっと今日出来が悪いね、これ。焼きが甘い。
で穴を開ける。冷やす。タレにつけて冷やす。でマヨネーズを塗る。絶対ちょうどもっと取れるんですね、うん、今度焼きがうまい。おかわりお願いします。現在、24個ちょうどね、これで、元取った感じ。結構俺しかいない。あ、来た。はい、4皿目。はい、おかわりお願いします。はい、はい、うん、5皿目。最近早い。まず分解。で、熱気を逃がす。
皿目6人前完食、おかわりお願いします。いや、熱い人生だな。6枚、7人分、6、7、42個。ゆっくり食べよう。お会計お願いします。ペイペイでお願いします。どうもありがとう。あー、食った。ペイペイ、あ、持ってるね、持ってるね。あれ、これ今キャッチしたのあるね。いやー、来た。あるの。これ。はい。はい。あ。あ、割引券。あ、はい。やった。ごちそうさま。ペイペイは残念。あ、どうぞ。大阪王将、来た。では、心斎橋戻るぜ。あ、来た。このロッテリアで食べてみてよ。はい、うわぁ、すごい、いっぱい来るぞ。怖いのなんか傘だね。傘怖いよ。サロンパ、はい、でシャワー浴びて歯磨いてみよう。ありがとうございます。浴衣着たおっさん、入りましょう。A 型点滴あと30、全然ダメじゃん。よいしょ。それはそれは要求度が高いですね。逆にもう死ぬしかないんじゃないかな。貧血地域化して、じゃあ行ってみよう。アメリカから撮った方がいい。裏道ほど混んでる。パルコ